で、これ濃い前はあのちょっとごめんなさいね、一番簡単なカットの方法があって、やればちょっと重さが出て、人によっては私おでこじゃなくて癖があるからっていう人結構多いんですよね、作れない人の理由としては。ああいう人こそね、ドライングファーマーの前髪はすごくいいです。書いてあげるんです。ちょっと長めに切らないためにそれぞれ、ね、襟足のすごく上にコッと上がってる人はよくあのオタマジャクシみたいな人いるんですよ、グラボブの人とか、めっちゃ困るんですよ。そういう場合はここの襟足あるじゃないですか、トザニーも分かんないと思うんだまあ、どうしたか、なんとなくなるどうなんだろう、いや、わかんないです、わかんない。で、どういうことなのか、そっちにやって切るってことはちょっとは残せますか。やっぱりね、普通に刈り上げとね、一緒だとちょっと女の人とジャルジャルしたら気持ち悪いじゃないですか、腕枕してたりとかだから、ここ、ね、嫌じゃないですか、お前なんかここジャルジャルしてるなとかこれをこう、ちょっとこういう風に横にこうやってこっち側に矯正しながら、ダウンステムで矯正しながら、どうしても広がる人はい、はい、広がる、すいたら広がるけど、その人は要望は何ですか、毛を減らしたいんですか。これなんで広がるかっていうのをまず皆さんこれ分かっていただきたいんですけど、肩に当たるからなんですよ。こうしたらなんかここ側になるんです。あともう一個方法は、どうしてもスッキリさせたいんだったら、これ僕の切り方になっちゃうんですけど、やればシューってなってきますあのもうフィットしていきます。でも一番手っ取り早いってびっくりされるのは絶対今の方法だと、これ結構なるはずなんで、これ流さないでくださいね、情報これ撮ってるけど大丈夫ですか、はい、ここ潰れるの嫌なの。あー、根元だけ、根元だけ、はい、流れが、はい、そうですね、乾いた時にブローっぽくなればいいですか。そうです、それと腕にかもしれないですか。いや、ブロー、ブロー立ち上がる、あ、肩ですね、全然ブローです一番いいのはこのまま巻いてしまって、カールってどこで OK かっていうと、カールチェックってここになったらまあ OK かなと僕は見てるんですよね。前髪この間やってた時熱反応してたと思うんですけど、この面の感じでふわっとした感じの、はい、あ、例えばこのぐらいの、はい、この面のボブでふわっとしたパーマって、これ一番難しいんですよ実は。ここでポイントなんですけど、表面の中は結構ねってもまあなんとかなる。表面ってやっぱりちょっとデリケートで、なんかコテでやったみたいなのかけたいのっていう人いるじゃないですか。なんでまあ内巻きパーマかけられないのか、じゃあどういう違いが出るかっていうと。